おはようございま す。さあ大久保さん、はい、今回は神戸にやってきましたよ、はい、ねえ懐かしいねここ、よくこの辺ご飯食べてきてましたよ。そうなんですね、はい、三宮駅の近くなんですが、うん、ただちょっとこんなおしゃれな街で私大丈夫、ちょっと恥ずかしい俺横にいるのが恥ずかしいんだけど、えヴィッセル神戸の試合の観戦前だったり、うん、後にちょっと皆さんが楽しめるお店から今回番組をお届けしようかなと、いいですね、初ですね。そうなんですよ、いい、結構じゃあ現役世代はこの辺で、うん、この辺で家族でご飯食べ行ったりとか、選手でご飯行ったりとか、はい、やってましたよ。さあ到着しました。今回はこちら、はい、アズーリさんで番組をお届けします、うん、いいですね、はい、お邪魔します、よろしくお願いします。お願いします。こちらお願いします。すごい、すごいね、早速ね、え、イニエスタ選手のユニフォームじゃないですか。イニエスタ選手、ポドルスキ、あ、ポドルスキ選手、はい、名前はもちろん聞いたことあります。そうそうそう、サインもめちゃくちゃありますよ。そうなんですよ、これね、すごい、僕が実は来たことあるんですよ。え、俺のあのサイン探してください。え、サインあります。じゃあある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 よ、これです。おお、あ、ほんとだ、来てますから。あの、結構ヴィッセル神戸の選手こちら来るんですか。そうですね、はい、もう昔からあの歴代の選手、吉田さんも含めて、はい、皆さんあのご来店いただいてますね、はい、美味しいですから。行きつけなんですね、皆さんが。ご主人はサッカーやられてたんですか。僕は野球なんですけど。あ、野球なんですか。野球なんです。サッカーじゃないんですね。サッカーじゃないんですけど、サッカーすごい好きなんで今回のキックオフ関西はガンバ連勝で復活の兆し、ゲームハイライトでチェック。やべえ、クイズすごい。50期の橋本です。そして知性あふれる元日本代表橋本秀雄さんが学生時代の夢を叶える。止められた。これを経験したかったっていう話したらいいの。神戸三宮駅から北へ徒歩15分の場所にあるアズーリはナポリピザ専門店。早速イニエスタ選手が大好きだというカプリチョーザをいただきます。ありがとうございます。おいしい。これは絶対美味しいね。こう見るだけでもなんか綺麗やもんね。ご家族でいらっしゃったら大体イニエスタ選手はこれを召し上がる。これ好きなんだ。いただきます。うん、うん、うまっ。めっちゃ美味しい。オリーブすっごく効いてる。あとキノコの食感がめちゃくちゃいい、はいはい、生地が薄いのにもちもち。大久保さん、そろそろ VTR 行きますよ。行って、行っていいよさあ続いてはゲームハイライトタイムサバイバルです。今回はヴィッセル神戸と川崎フロンターレの試合が台風の影響で中止したので、3クラブのタイムサバイバルです。ゲームハイライトタイムサバイバルとは試合のハイライトをお届けするコーナーなんですが、なんと直近の試合結果でハイライト時間と PR タイムを奪い合うコーナーなんです。 J1 の持ち時間はトータル5分。関西を拠点とする J14 クラブの選手によるプレー解説を加えお送りする熾烈な時間の争奪戦です。まずは京都サンガ FC で持ち時間は1分です。白のユニフォーム京都はアウェーで広島と対戦。金髪豊川選手が久々の解説です。後ろに近づけてやってます。先制を許した後半、豊川選手の見事なワンタッチからスーパーゴール。これはまあたまたまうまくいきましたね、まあ、ゴールに向かうためにはこっちにあのトラップした方がいいかなっていう考えで、ニアに思ったところに打てたっていうのがこういう感じです。吉田さんは左足ふかしてたと思います俺だったら打ってない。打ってないですかやめろ、怒られる。しかし直後に勝ち越しを許した京都、次節こそは連敗脱出を。告知タイムは10秒でお願いします。
スは6月18日のルヴァンカップ FC 東京戦では先着5000名様にオリジナルミニサコッシュをプレゼント。豪華商品が当たる挑戦会もやられちゃう。やってくれた。無理じゃ。やってくれた。続いてはセレッソ大阪、解説するのは来日1年目のブラジル人アタッカー、キックオフコンサイ、日本語ペラペラ。日本語を披露してくれたカピシャーバ選手はグランパス戦でスタメン出場、待望の J1 リーグ初ゴールを決めます。E graças a Deus sobrou pra mim ali, eu consegui dominar bem e finalizar forte ali pra tirar do goleiro。先制したセレッソはカピシャーバ選手の右サイドからチャンスメイク。ボール支配率やパス本数で大きく上回ります。しかし futebol às vezes ele não é uma ciência exata, né? A gente teve pouco mais de posse, mas como eu falei, no nosso campo defensivo e eles a capacidade de roubar e atacar com a bola no nosso campo de ataque para tentar roubar o mais perto do gol e tentar atacar a gente. Eu acredito que eles foram felizes também. 縦パスを狙われていたセレッソ、逆転を許し、カピシャーバ選手も後半途中でベンチに退きました。気を取り直して、次節は満員のホームでヴィッセルを迎えての大一番です。Calma, zeta cats. Feliz em saber que estamos com os ingressos gostados pro jogo de domingo. Espero que a gente possa estar fazendo uma grande festa junto do nosso torcedor. É, quem chegar primeiro vai ter acesso às sacolas do clube. Espero que vocês possam gostar bastante. Zeta Kask. Oh! Isso, すごいね。そして今週の1位はガンバ大阪。解説は夏を待てないこの2人。ガンバ大阪の山本由紀です。この夏したいことはアロハシャツ10着買いです。買いすぎる。ガンバ大阪佐藤優太です。この夏したいことはすね毛脱毛です。今すぐ捨てろ。1点を追う白のユニフォームガンバ大阪はジェバリ選手のポストプレーからパスを受けた山本由紀選手。パスを受け直した山本由紀選手が倉田選手へ縦パス。あ、いい瞬間、早い、はい、こぼれ、パラの、はい、フィニッシュ、スーパーです、はい、このカメラワークもいいですね。まあ、ロングボール入った後やし、あんま急ぐとすごい間延びしちゃうかなっていうのがあったんで、一回ラビンとかで、まあ、時間作る意味も込めてちょっとゆったりさせちゃいました。ちゃったのね。最初確かアラーム見つけて背後流そうかなと思ったら手前にジェバリがいて、でそこでもよかったんやけど、その奥に一個シュー君も見えたし、この一瞬で、まあ、その先はもう多分シュー君ももうアイディアと、はい、センスやかも、はい、追いついたガンバはさらに山本裕樹選手のフリーキックから、あー高いな、すごいこれ本当に、これエクイさすがすごい、久々になんかエクイヘディング見たなって、ないな。リードしたガンバは佐藤選手がスーパープレーを見せます。とりあえず危ないところに行こうと思って、さすがすぎる、だる、割と練習からやってるじゃないですか、すごい。正直多分これ東君止めれたんで、すごい、俺はいらなかったです。守りきったガンバは今シーズン初の連勝です。じゃないですか、大きいだ、大きいよ。じゃあ今回放送されたらどうしよう。まあでもなんかいいことではある、はい、いいことではある。それでは告知は20秒お願いします。明日の FC 東京戦では光の演出青黒スターライトを開催。ファンクラブ会員先着1万名様にこのオリジナルミニペンライトをプレゼントします。またこの日はガンバソニックとして C&K さんとビートガーデンさんがパナスタでパフォーマンスを行います。ぜひ一緒にスタジアムで盛り上がりましょう。いいですね、20秒あるとあれだけ遊べるんですね。ね、遊んでたね。ちょっと前まではもう喋ってもなかったのにね。そうですよ、やっぱ全然違うんですよ、メンタル的に。こっちも見ててもね、はい、今ホッとしてる自分がいますもん。おお、そうですね、うん、これ練習を続けるには勝った試合でもやっぱ悪いところが出てくるので、まあ、そこの修正をしっかりとやるっていうのは大事になってます。あとはこう俺たちは今勝って調子がいいからっていうね、そういう考えでいると
もうほんとちょっとしたミスでやられたりするので、そういう集中力だったりっていうのを欠かないようにやってほしいですね。うん、J2 昇格を目指し各クラブがしのぎを削る J3。 関西を拠点とするのは FC 大阪と奈良クラブ。まずはホームで戦った奈良クラブ、持ち時間は20秒です。青のユニフォーム奈良クラブは首位の鹿児島を相手にゴールへ迫ります。しかし徐々にゲームの流れは鹿児島へ。それでもスペイン人キーパーアルナウ選手の活躍もあり、首位を相手に奈良クラブドローです。続いてはホームで長野と対戦した FC 大阪。解説は FC 大阪28番フォワードの古川大吾です。この夏したいことはサーフィンです。青のユニフォーム FC 大阪はスコアレスのまま後半41分コーナーキックのチャンス。めちゃくちゃ完璧やんこれ。相手がゾーンっていうのもあって疲れることがないんで、ボールに対して勢いを持って入っていくことが一番大事だったかなと思います。形も練習通りの形だったかなって思います。ゲーム終盤の決勝ゴール、それでは古川選手告知お願いします。7月9日 SC 相模原戦ファンクラブ会員応援で実施します。皆さんぜひ来てください。ファンクラブにも入ってください。お願いします。 FC 大阪のゴールすごいですね。どのチームもこういう練習は普段からそうですね。やっぱりこう研究されるから、うん、蹴る人が何かしらサインを送る、それを送ったらこれなんだなと。そうなんですか。けど僕は一回も覚えたことがないですサインを覚えられたことがないんで、はい、何すんのって言いました。関西サッカー界のレジェンドがその原点をたどるバックトゥーザ関西。前回に続き、おはようございます、橋本英雄です。日本サッカー史上屈指の頭脳派ボランチ橋本英雄さん。ガンバ大阪ユースからトップチームに昇格を果たすと J1 優勝、そしてアジア制覇に貢献しました。25年間で7クラブを渡り歩き、今年1月現役引退。その原点は故郷の大阪。この地からどうやってプロになったのか、4つのキーワードから紐解きます。前回は中学時代、ガンバジュニアユースで指導してもらった恩師に出会い、母校の大阪府立天王寺高校を訪れました。今の時間を本当に大切に、なんか全力で取り組んでもらえたら嬉しいなと思います。今回橋本さんが向かったのは、おお、練習してる。天王寺高校サッカー部が練習中のグラウンド。ガンバ大阪ジュニアユースから高校時代はユースに進んだ橋本さん。通常ユースなどクラブチームと高校サッカー部の掛け持ちはできません。しかしガンバユースを選んだ橋本さんは、高校のサッカー部で試合には出られないものの、練習にだけ参加させてもらっていたのです。その理由は、逃げ場所でした。僕はガンバユース入ってからも、まあ厳しい環境の中でサッカー上手くなるんですけど、まあ文句言われますし、大変な環境の中こっち来ると楽しくサッカーができるんで。ユースの同学年には稲本潤一選手など才能あふれる選手が多く、感じるのは力のなさ。毎日苦しみながら練習を続けていました。そんな中でサッカーを心から楽しめる場所を求めていたのです。それが第3のキーワード、逃げ場というわけなんです。そんな楽しいサッカーを思い出し練習に参加。50期の橋本です。いいプレーできるように頑張ります。今何期なんですね。頭脳派な橋本さんらしく的確なパスでボールを送り、よいしょ、いけ。自分でもゴールを狙いますが、あ止められた。いやすごいですよ、入ったと思います。余裕。この最高の逃げ場を与えてくれた人物が、
こんにちは、お話し中のところ。秀夫君元気ですか？はい、恩師の金坂先生です。金坂です。当時のサッカー部監督、金坂正弘さん。中学時代、橋本さんはユース入りを諦め、天王寺高校のサッカー部に入部したいと考えるようになっていたのですが、いや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 、ガンバユース行きなさい君は、と。空いてる時間うちのサッカー部来てもいいからっていうことを言っていただいて、彼のやっぱり個性を生かして、能力を生かすところをまあグッと押したつもりではいました。将来プロ契約とかもできれば、あの素晴らしいことやなということで、うん、高校サッカーやってたかもしれないですね。本当はプロになれるかどうかって僕自身がなれると思ってなかったんで。橋本さんの才能を信じる恩師が人生を変えてくれたのです。そんな逃げ場として参加した高校のサッカー部でしたが、思わぬ収穫も。技術的にガンバユースよりは間違いなく劣るんで、じゃああんまりハイボール出されてもトラップミスちゃう。その選手に合わせたボールってどういうボールだろうって、速いボールの方が喜ばれるのか、弱い方がいいのかっていうのを考える機会はここでは大きかったですよね。まず考えるっていうところのサイクルはすごいトレーニングになりますよね。次のプレーぐらいは考えて自分の持っている技術を出そうとしてたプレイヤーだったですから。後にガンバ大阪で黄金の中盤の一角を担い、他の3選手を生かすプレーでいくつもの勝利に貢献した橋本さん。その原点がここにあったのです。そんな橋本さんにはもう一つサッカー部に入部したかった理由が。ガンバユース、ジュニアユースにはマネージャーがいないんですよ。確かにね。あの水をくれるとか、お疲れ様って言ってこう出してくれる、そんな経験してみたいなみたいな憧れ。ちょうど女子マネージャーさんが、ほら、あれ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 っすよ。あ、もらっていいですか。あ、ありがとうございます。これを経験したかったっていう話したんやん。この年になってそれをしてもらうって恥ずかしいっす。子供の頃から勉強とサッカーを両立し続けた橋本さん、中学高校時代は時間に追われる日々でした。めちゃくちゃ追われてました。高校生活はあんまり覚えてないですね。大変やったんで。そんな橋本さんを陰からサポートし続けたのが母の佳子さん。引退後の息子にまだ伝えられていない思いを手紙にしたためてもらいました。長い間大好きなサッカーを続けることができて本当に良かったですね。中学では高校受験を控えて勉強とサッカーをすることは大変だったと思います。しっかり食べて、そして勉強して頑張ってもらいました。栄養ある食事を作ることができましたかどうか自信はありませんが、そして信じられないのですがプロになり、おかげで私たちはいろいろなところへ応援に行き、とても楽しい時間を過ごすことができました。これからは指導者を目指して頑張ってくださいね。応援しています。本当にありがとうございました。いや、ありがたいことで、はい。そしてもう一つ、お母さんから預かってきたものが。橋本秀夫さんの苦しかった中学高校時代を陰から支えた母佳子さん、ね、橋本さんのためにあるものを用意してくれました。ね、おう、カツ丼ですね。これは橋本さんが子供の頃からプロに入るまで大好物だったお母さん手作りのカツ丼。僕ね、揚げ物食べてなかったんで、プロになってからできるだけ、もう母親に、あ、もう無理だからって言って、で我慢してたんで、余計なんかこう印象に残ってるっていう。うん、懐かしい方が強いかもしれない。美味しいですね。実家帰ってまだ残りがあるんちゃうかなって思うんで、食べに行こうかなって今。帰ったらお母さんに伝えたいことは？まあここまでサッカー選手をやらせてくれてありがとうっていう、まあそこを陰で支えてくれてありがとうっていうことを、カツ丼
美味しかったよってシンプルにそれだけ言うと思います。手紙やっぱダメっすね。もうちょっと感動しちゃう。しましたね。うん、頭が良くていろいろなことを考えてサッカーと向き合ってたんだなってこう思うと、うん、なんかね泣けてきますね。そうですよね。高校時代になんかしておきたかったこととかあります？俺、はい、いや普通の青春をしたかったです。だから俺は本当にクラスで女子とも喋ったらダメでしたから。そうなんですか。はい、こう電車とか乗ってさ、ちょっと通学したかったですね。違う高校の人とかが出会うんでしょ、ああいうのらしいですね。私も女子校だったから。女子校か。私も青春やってみたかったです、そういうの、ね。はい、まだピザ食べたいですか？食べたい。一番人気のピザが前川選手のおすすめだそうなんですけれど。今日前川選手出てきてないなと思ったらここで出すの。そうです絶対出すんだね。あ、すごい匂い。トリュフですか？オイルか。香りがすごい。すごいトリュフの香りが。チーズが伸びてる。めちゃくちゃ伸びてる。どうですか？ちょっと待ってね。キノコ盛りたくさん。これうますぎ。うまいもん食ってんの。美味しい。めっちゃジューシーです。すごいですよ、もう。